俺も二郎に連れてってタケチャンネルへようこそ。はい、こちらはね、埼玉県所沢市にある D メンさんに来ましたね。で、こちらはね、並びがあるときは食券を買ってから並ぶようにしてくださいと。はい、というわけでね、並びなかったんですぐに着席できました。D メンさんは所沢にあるんですけど、まあ、航空公園のね、目の前にありまして、はい、自分的にはね、直径含めて家から一番近いね、インスパイアということで、でもね、なんかすぐ行けるというね、なんか頭があって、うん、今回でまだね、3回目という、はい。で、今回はね、気になる限定をやっているというんでね、これはもう食べたいと思いましてね、来ました。というわけで、着丼でーす。はい、こちらがね、期間限定のごまにんにくというね、はい、メニューなんですよ。で、この限定をね、食べたくて来たんですけど、見た目これつけ麺なんですよね。でもこれがね、ただのつけ麺じゃないんですよ。はい、まずはつけ汁ね。うん、醤油のね、色味が強い非乳化タイプですね。はい、そしてね、このつけ汁をね、味見するとですね、うん、D メンさんらしくて、醤油のバッチリ効いたね、漬け汁で。このね、野菜がね、漬け汁側にありましてね。このね、漬け汁で食べる野菜がね、一番好きなんですよね。うん。ね、そしてね、この漬け汁にはね、ごまが効いておりましてね、あとニンニクのね、パンチ力もありますけどね。この野菜がね、たまらなくね、うまいですね。結構ね、ちょっとくた加減なんですけど、それがいい感じですね。で、今回野菜増してないんですけど、それでもね、この量がありますね。うん。D メンさんのね、これ増しはね、だから要注意ですよ。はい。それではね、麺の方行くんですけど、まずはね、つけ麺はこの麺だけでっていう感じなんですけどね。これが普通じゃないんですよ。もうインパクト抜群で、まずね、大量のニンニクね、そしてネギ、そしてね、かなりね、味がね、濃いんですよ。麺だけなんですけどね、漬け汁の方が優しいぐらいのね、はい、インパクトのあるね、これ味付けで。でね、大量にニンニクが入ってて、これね、ニンニクをもしコールしたら、さらにね、これニンニクプラスされましてね、もうね、やばいことにね、なっちゃうんですよね、これがね。うん。ね、漬け汁の底の方からね、これ豚発見しましたけど、むむ、でかいぞっていうね、まるでね、釣りで大物がかかったようなね、表現なんですけど、汁にね、沈んでいたので、もう味しみがね、これも半端ないんすよ。ね、そしてね、もうほろほろ、ね、崩れるような感じで。で、麺の方にもこれだけ汁がありましてね、もうニンニクとね、醤油がギンギンに効いてるんですよ。で、麺は平打ち太麺で、麺量はね、デフォで 400g というね、これもね、がっつりもうありますね。うん。で、ニンニクがね、やはりガツンときますね。これね、すべてがね、これもう、ハードパンチなんですよ。もう、つけ麺にね、しなくてもね、全然これ麺だけでもいけちゃうんですけど、まあ、さすがにね、それじゃあつまんないんで。漬け汁にダイブという感じでね、はい、いきますけど、やはりね、漬け汁の方がね、優しめですね。うん、麺の味の濃さがね、少しマイルドになるようなね、そんな感じね、おかしいですよこれね。もう何が何だかね、ちょっと混乱しながらもね、はい、しっかりとね、美味しいですね。で、豚がね、またもや出てきまして、はい。これ一体ね、2枚ですね、このサイズの豚がね。はい。肉もね、かなり高騰してると聞きますけど、これはもう嬉しすぎですよね。うん。で、麺がね、あんまり減ってない感じもしますけど、なんか増えてるようなね、気もしますよ、これ。丼にね、なんか仕掛けがあって、うん、そんなわけないですけどね。
うん、海苔がねやっぱりこれまたいい感じですね。うん、それにしてもねこれ漬け汁に全然ねいけないんですよ。もうねスープみたいにして飲んじゃおうかなんてね。ね、それはさすがにねきついんですけどね。でこの時ねお隣さんのちょっとラーメンをね見たんですけど、お隣の方はね辛いラーメンみたいで、でこれもね色味がもう結構ねやばいっていう感じの、隣の方もねむせてましたけどね。あの D メンさんね振り切り方がねすごいですよね。もうねいいんですよ、もうそれを望んで来てるんでね、こちらはね今日はねもうガツンと行きたいんだというね、今日はね限界に挑戦したいんだというね、まあそんな時もあるじゃないですか。うんね、そういう時にねこちらのラーメンならね、あの十分にねもう期待に応えてくれますよ。自分もねこの日は、なんか思いっきりねもう行きたくて、ギータ張りのねフルスイングをしたい気分だったんでね。はい、でねなんか消えましたけど、あのこれはね、酢を取りにね行ってたんですよ。あの D メンさんはねこの味変アイテムがテーブルに置いてなくて、給水器のところにねまとめて置いてあります。だからね、使ったらねもう速やかに、元の場所に戻すべしということでね、自分はね、麺量は 400g が、まあ、大体限界量なんですけど、まあ、こちらねもう味もしっかりしているのでね、なんとなくねもう食べ進めていける、そういう感じで、なんでねそんなに苦しくもなくね、はい、まあ、なんかね最近食えるようになってきたっていうところもあるんですけど、これ以上いけそうな感じもねなきにしもあらずというかね。はい、でニンニクとねネギはかなりねこれガツンときますんでね、うん、これもねちょっとね要注意ですね。でこちら限定ね今は終了しておりましてね、しかしね D メンさんは常にね何らかのね限定をやっておりますんでね、はい、それらの情報はね X から得られることができますんで、ぜひねフォローすることをおすすめします。はい、というわけでごちそうさまでした。はい、この動画ね面白いなと思ったらいいねボタンと、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。今回はこの辺で、さよなら。